ウェッジって今いろんなソールと形状とか形とかがあって、そのウェッジに合った打ち方されてるかどうかっていうのもちょっとチェックしたいんですね。で、このウェッジって2つ見比べてもらって、バウンス角って同じなんですよ。なんですけど、ソール幅の、付け方違う。そうすると、ボールの大きい位置だったり打ち方っていうのはちょっと適性が出てくるんですね。で、僕はこれウェッジがグースネックのウェッジを使ってるので、ボールは真ん中になります。これがストレートネックでソール幅が薄いものを使ってる人はボールを左に置く人になります。これね、足ね、もうちょっとまっすぐでいいです。うん、あのね、つま先こっちよけるのは結構グースネックとかと打ち込む打ち方になるんで、足まっすぐです、はい、そう、うん、それでちょっと払い打ちしてみましょう。ああ、いいっすね、はい、まさにそういうウェッジ。バウンス当てるのは手をこうやって残すっていう意味じゃなくて、手が先に行くとリーディングエッジで打ち込むじゃないですか、はいはい、これを後ろに残す感じ。ここで手を前に出さないようにヘッドが先出る感じ。ちょっとバランスが当たります。そう、あえて打つ。こうやって打つウェッジ。どちらかですね。なんかすくってますよね。あ、いいんです。これすくって打つウェッジ。はい。ちょっとウェッジ軽いっすね。軽いと釣りやすくなるじゃないですか。単純に。だ、下げてもらってた方がいいので。見てると重さがちょっと消えてそうだなっていう感じですか、はい、なんかだからもうちょっとだからソールをバツーンと当てちゃっていいんですよね、うん、なんかだからパッティングっぽくなってっちゃったのかな、ちょっと強いから重たい方がなんかそういうミスが少なそうですよね。うん、だこういう方が球出玉がちょっとこうスッといくでしょ。うーん、いや重たい方が逆に軽く打てるというか、思った感じで出てきますね。変えたくなるな。重さのね、適性もやっぱりね、ドライバーと一緒でやっぱあるから。動画をちょっと見ていただきたいんですけど、ここからクラブを上げていきます。テイクバックのこの初期の段階もまあ概ね綺麗だと思います。強いて言うとちょっとフェースが開き気味かなというぐらいか、ちょっと気になるぐらいだけど、まあ概ね悪くないでしょう。ここから上がっていきました。問題はこの次です。クラブがこう外側から自分の、まあちょっと言い方あれですけど、首を切るような方向にこうね動いちゃってますよね。これがフェースが開いてしまってるっていう風に僕たちは判断するんですね。フェースがこっちに向いちゃってるんです。そうするとこのポジションにいるとボールを打つにはクラブが下に落っこちなきゃ打てないんですね。要は振るっていうよりは落っことす感じになってしまって、そうするとこうフェース開いちゃってますから、なんとか手をこねてまっすぐ打とうと思うためには左に振るしかなくなっちゃう。結果として左にまっすぐ行くか、そこからスライスして真ん中返ってくるかっていうボールになるんですけれど、そうするとこの人はダフリもトップも出やすいですし、まあ距離ってことに関してちょっと不利だなと。で、ちょっとこれは飛ばそうとするときに従来とは感覚をちょっと変えていただく必要があって、今上からこう叩きつけるような感じのスイングをされてしまってるんですけれど、一度お腹の前にこうクラブを持っていただいて、お腹の前で右向く左向く右向く左向く、これを斜め下を向いて右向く左向くというふうにしていただけると、上げたこのクラブが前回りじゃなくて上げたライン上から降りてくるっていうことがしやすくなるんですね。ちょっと構えてください。ちょっと体験してみましょう。まず一度今と同じようにアドレスをしてください。そうです。そしたらゆっくりいきますよ。クラブはパッと上げます。だいぶ違うでしょ、はい、でこれ後でもう一回おさらいします。でこのまま右向きます。そしたら、はい、クラブはゆっくり回りますよ。こっちから来るのクラブ
で、ピューンって振ります。はい、まっすぐ立ってください。お腹の前で持ちます。この人が右向く、この人はクラブってこうやってしなりますね。はい、左向く、ビューン、これで終わりです。はい、構えてください。お腹の前で、はい、右向く、はい、左向く、こういう感覚を今度斜め下向いていただいて、はい、右向く、左向く、こうやってボールを軽くまず打ってみてください。はい、そうすると今日の最初と比べたら結構まっすぐ飛んでるでしょ。で、ちょっと今よりも飛ばしたいっていうことなんで、少しトレーニングの要素を入れます。背中に対して上半身を、はい、右向かせます。ビューン向かい、はい、1ビューン、はい、せーの、お腹から、はい、見ててください。普通でしょ、もうちょっと頑張れって思うでしょ。もうちょっと頑張りましょうか。まあでもだいぶ力強くなってきましたね。はい、やはりあのインパクトこの形が今まで自分が間違ってたということがはっきり分かりました。はい、とても分かりやすくて、今後に生かしたいと思います。はい。